雑貨はみんなを笑顔にするウィシンデザインホームセンターの森田です。もうほんとね、なかなかあのマスクとかね、除菌スプレーとかもう全然手に入らないんですよね。で、まあマスクね、まあ、持ってるんですけど、これも洗濯してもう使ってます。で、除菌スプレーもね、本当にね、欲しかったんですけど、もう全然ね、今はもう手に入らなくて、どうしようかなってちょっと考えてたんですよ。で、まあ当店雑貨屋なので、いろいろね、いろんな商材扱ってるんですけれども、で、ふとね、除菌スプレーの代用品になるものがあったんじゃないかなって、ふっと思いまして、で、それに、そのね、代用品になるものをね、今回紹介させていただこうかと思います。それがね、こちらなんですけど、パーフェクトポーションのアウトドアボディスプレーっていう、商品です。で、この商品なんですけれども、もう全くね、人工的なものは一切、使われてなくてですね、まあ、ハーブを主原料とした、まあ、100% ね、植物由来、植物から作られているね、スプレーになりますんで、生後6ヶ月の赤ちゃんから大人までね、もう幅広く安全に使えるスプレーとなってます。で、本来ね、これの使い方なんですけれども、春から夏にかけてね、暖かく、暖かい季節にですね、やっぱりどうしても外へ出る機会というのが非常に多くなるじゃないですか。まあ、キャンプなり、まあ、バーベキューなり、野外フェスなり、まあまあいろいろね、多くなるじゃないですか。で、当然ね、やっぱり暑いんで汗かきますよね。で、こうね、やっぱり汗かくとちょっと嫌な匂いするじゃないですか。で、これをスプレーするとね、すごい爽やかなね、香りがね、するので、気分もスッキリするという、そういったスプレーになってるんですけれども、実はね、このスプレーに使われている成分が、除菌スプレーの代わりになるんではないかなってふと思ったんですよ。で、ちょっとね、まあ もちろんなんですけど、メーカーさんにも確認しました。で、ちょっと今からね、代表的な成分をね、言っていこうと思います。で、まずですね、これ、エタノール入ってます。植物由来の、トウモロコシとかからですね、生成される、エタノールが入ってます。あと、ティーツリー、ユーカリが入ってます。で、まず、エタノールなんですけれども、まあ、エタノール、まあ、つまりアルコールなんですけれども、WHO がね、提唱する、分量をですね、十分、配合しているっていうことを、まあまあ、メーカーさんにね、確認取れました。ただ、パーセンテージがね、どれぐらいの何パーセントなのかっていうのまでがね、ちょっとこちらのね、質問の仕方も、まあ、悪かったんですけれども、ちょっとそこまではね、何パーセントとかは得られてません。で、まあ、調べますとですね、まあ、まあ、70から80% ぐらいの間ですね、が、まあ、抗菌作用が高くなるということです。まあ、80% 以上になると、逆にまた、抗菌と、ごめんなさい、抗菌じゃないですね、殺菌ですね、殺菌作用が、まあ、ちょっと低下しちゃうんで、まあ、その70から80ぐらいが、まあ、いいということを、まあまあ、調べるとね、わかりました。で、まあ、WHO が、まあ、提唱するね、その、分量は十分クリアしてますよということを、まあ、メーカーさんからね、確認は取れてます。で、T3 なんですけれども、T3 の、効用がすごくてですね、もう、強力な、抗、抗うですね、抗菌の抗とか、ね、の抗なんですけど、抗、感染作用、もう感染しにくいということですね。感染症の再発を予防するっていう効能があるっていうのと、で、予防するだけではなくてね、その感染症に対する免疫力を高めてくれるっていうね、効能もあります。
で、あと、まあ、風邪とかですね、インフルエンザとか、気管支炎などですね、そういったさまざまな、さまざまな感染症に、感染症に、効くという効能があります。T2 にね。で、ユーカリも、ほぼ、まあまあ、同様の作用があります。で、ユーカリの場合は、あとなおかつね、花粉症、もうこの季節ね、やっぱり花粉症の方も多いと思うんですよ。で、なかなかね、こう、咳とかね、もうくしゃみとかすると、こう、電車の中に乗ってると、チラチラと見られるじゃないですか。ね、もう、困りますよね、本当にね。いや、もう、全然もう、違うよって、花粉症だからって言いたい方も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、ユーカリはね、花粉症にも、花粉症の症状をね、低減してくれる、もう抑えてくれるね、作用があるということなんで、このスプレーにはね、そういった、もう本当に体に、安全で、なおかつね、そういった抗菌作用、殺菌作用がある成分が入ってます。ですので、まあ、除菌スプレーがないっていうことで、まあまあね、それで諦めずに、ね、まあ、ちょっと代用、まあ、ちょっと代用品にはなりますけれども、まあ、こういったものを使ってね、こう直接こう、ね、手に取ったりこうするともう全然これ水洗いとかしなくてもこのままで大丈夫なんです、はい、これで、ね、殺菌作用がこれで殺菌作用というか殺菌されています。はい、ね、本当に、これからね、もうこれからどうなるかというのはいろいろね、もう毎日もうニュース見てますと、もう日に日にね、状況が変わって、本当に、ね、まあまあ自分も含めてなんですけど、皆さん大変だと思いますが、まあ、決してね、ちょっと、あまりにもね、不安にとらわれすぎないようにね、本当に、ね、まあ個人でできることは小さいことからも知れませんけれども、まあ、こういったね、まあ、代用品を使ってでも、ね、まあ、予防はできますので、ね、あんまりこうね、ものすごく落ち込むないうのも、ちょっとね、酷なあれです、ね、無理な話ですけれども、まあね、ちょっとあまりそういうのにとらわれすぎないようにね、もう皆さん、ね、一致団結して、本当に、コロナにね、対して、乗り越えていきましょう。はい、今回はね、以上となります。最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございます。あ、ちょっと言い忘れてました。一応ね、このハーブの、その先ほど言いました T3 とかね、ユーカリとかそういったね、効能を詳しく書かれている、サイトがございましたので、それを、まあ、説明欄のところにね、リンク貼っておきますので、まあ、もしご興味ある方は、よかったら見てください。はい。はい、今回は以上となります。最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございます。